阿蘇山。じゃあ適当に向かってみますわ。ナビもなしに行きたい方向に行きます。今日は久しぶりのオフです。そして清掃のチャンピオンリバースウィーブでお送りしています。僕の清掃なんだけど、YouTube の山の方に向かえばいいっすね。なんかね、ソフトクリームとかあるんですよ、ちょいちょい。熊本自体はでも別にそんなにゆかりがあるわけではないですよね。僕は、はい。でもまあ僕がプロ入りたての頃から熊本キャンプなんで、その頃も阿蘇山行ったりしてましたよ。まあなんかその辺に玄米パンのお店あるからちょっと寄ろうかな。やっぱり食べ物には若干気を使ってですよね。まあ、体冷やすのが嫌なんで、練習中とかも氷抜きで僕は作ってもらってます。真夏とかはちょっときついんですけどね。だからちょうどいい温度にしてって言って、あの無茶な要求をしてます。ちょっと1個2個くらい入れといて振ってもらったら、はいはい、ウエストウエスト、皆さんこんにちは。今日は、まあ、まだ熊本キャンプ中なんですけど、あのオフだったのでちょっと熊本の名所を回っていこうかなと思ってて、まあその道中で米のパン屋元気堂さんに寄ってみようかな。ちょっと練習場近いんで見ていたんですけど、いつもで気になったんでちょっと寄ってみます。小麦の代わりに玄米を使ってパンを作ってる。玄米の栄養が入ってるっていう感じですね。まあグルテンフリーではないんですけど、ちょっと気になるので入ってみます。ウエスト。ウエスト。すごい美味しそうなんで、昼ごはんこれです。パンを取りなさい。パン結構好きなんですけど、まあ、なんか小麦をできるだけ取らないようにとかしてるんで、最近そんなに多くは食べてないです。どれも美味しそうなんだけど、どっちかっていうと柔らかいパンが好きです。これはちょっと塩バター。パスタとかラーメンもあるんで、ちょっとなんか僕送りたいな。これグルテンフリーの、まあ、プレーンとかは何も入ってないやつ、ね、熊本だとの天草っていうところなんですけど、柑橘系のパスタ、はいはい、プレーンをじゃあ、はい、グルテンフリーの玄米ラーメン、ちょっとこれ買ってみますわ。パスタも気になるね。ありがとうございます。はい、美味しかったら札幌帰った後取り寄せとかできるんですか？できます。これが通信販売なんですよ、ね。あるんですね。なので一応店頭にあるようなパンと、はい、この辺のグルテンフリー、はいはい、通販やってます。わかりました。はい。はい、さんもよくたまにいらっしゃってましたよ。ああ、スイイチローさん。はいはい。だそうです。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。プレーンとりあえず食うから。グルテンフリーパンです。もう玄米だよね。うん、うまい。お米っぽい感じはあるけど、普通のパンより美味しいかもしれない。ちゃんとふわふわだし、これ取り寄せだな。取り寄せもあります。ラーメンとかも取り寄せできるんで、パスタとかぜひ皆さんも来てみてください。ということで阿蘇山に向かいます。あ、ここね、なんかアコンカグアリゾートみたいな、なんかホテルなのかな。気になってました。良さそうだな。前ね、岡村大八と一緒に温泉来たりしましたね、去年。この辺の阿蘇の。ちょっとソフトクリーム食いますか。いいですね。食ってばっかじゃん。猫がすごい。猫ちゃんすごい。ウエスト。ウエスト。食べます。じゃあクレープ食べたいっす。クレープ、生いちごのクレープと生いちごソフトカップで、いっぱいはいらないですよ。一口でもういいとかなっちゃう。いや、寒いんかな。丸まって寝てんだ。行け、攻撃しろ。来ました、生いちごクレープです。はい。うーわでかい。ありがとうございます。どうも。いちごソフトクリームのソフトクリーム少なめです。いちごだけ買って食えって感じやん。いちごうまい。ちょっと800円は高めですけど美味しいです。まあでもソフトクリームもまあ牛乳感あるわ。すっげえあっさりめのやつが好き俺。牛乳だけみたいな。菊池渓谷やっぱ来てるよ。やっぱり渓谷ですね。まあそのカルデラってどこに行けばいいんだ。ごちそうさまでした。あ、行けなかった。この上だ。なるほど。行けなかったですね。なんか気になるな。これはあのね、寄り道がうちの専売特許なんですよ。ということで、道間違えたら
見つけたお店に寄ってみます。天下こだわり食品の専門店、南阿蘇セレクトですかね。食堂もあるんですかね。老人ホームとかが周りに。サン&ムーンだって。あれじゃん、団長の団長がそういうあれ持ってました、念能力。ハンターハンターの話です。分かんないです。いいじゃんいいじゃん。これ僕札幌でよく行くお店で買いますよ、このスープ。美味しいんですよ。なんかチョコレート高カカオのやつあったりします。あ、それが58か、58のやつ。あ、60。なんかカカオはね、集中力とかいいらしいんですよ。最悪だよ、もう大っ嫌いなんで。ちょっと嗅いでみる。あ、こうやってなったら全然いいよ。葉っぱのままだったら嫌だけど。ワンコのやつですね、これは。やばい、くしゃみ止まらない。お願いします。はい、ということで、エビふりかけと甘エビ買いました。どっちもエビでした。殻付きのエビはカルシウムが豊富なん で牛乳とかよりも多いんですよ、カルシウム。なかなか高いとこ来ました。なんかすごい風景だねこれ。やっぱ標高高いから植物の低いっすね、背丈が。うわ、煙上がってるよ。河口へ行きますか。風が寒すぎる。上上がってみたかったけど、あのなんか警戒レベル2でこっから上はいけないみたいです。なんかヘリが飛んでるけど。モクモクしてますもん。モクモクしてる。何なんだろうねヘリ。帰りますか。まあなんかすごいなって感じでしたね。煙がすごいね。あ、止まったよヘリ。火口を見れるツアー的なやつなのかな、あれ。乗りたいね。ということで帰りましょう。帰りましょう。ヘリ乗りたいな。一応やってますね。あそこちょっととりあえず行ってみますか。こっから乗るんですかね。だよね。遊覧飛行実施中。すごい。行ってみます。待つんだろうな。ありましたね、ヘリコプター。あるんだね。結構待ってるんですか。今ちょっと休憩に入っちゃって。あ、35分後ぐらい。だから。ここで車で待ってもらうか、はい、どっか上行くか。撮影の乗りながら大丈夫ですか。全然全然大丈夫、はいはい、落ちない限りは。怖いことしてる。乗れますか。33年間やってるけどまだ事故は一度もない。ああ、そうです。ヘリコプター乗ることになりましたね。120万。はい、行こう。あ、行きます。行きます。行こうって言われた。どっちが前？